ほとんど物が置かれていない。この倉庫は使われてないのか。今のところ手がかりになりそうなものは何も。一通り現場を調べてみましたが、報告すべきことは特に。かなり古いタイプのフォークリフトだな。どうやら動きそうもない。ずっとこの場所に放置されたままだったんだろう。ビデオカメラとノート PC だ。犯人はこれらを使って動画の配信を。いずれも中古業者を介して購入されたもので、その経路から犯人を特定するのは困難だ。動画の配信は倉庫内の Wi-Fi を使って行われた。回線の登録者は沖浦水産株式会社だが、ルーターにはパスワードが記されていたから、それさえ見れば誰でも使用することが可能だ。沖浦水産株式会社について調べてみた。沖浦水産は我々が知っているあの沖浦、沖浦蓮樹の父親が一代で築き上げた会社だ。やっぱり沖浦と関係が。いや、どうもそういうわけでもなさそうだ。現在の沖浦水産は沖浦蓮樹とは何の関係もない。17年前に沖浦の父親が病死して以降、会社は別の役員が代表となって経営されている。沖浦蓮樹は株を持っていないし、経営にも関わっていない。要するに沖浦は父親の後を継がずに会社を別の人物に譲渡したということだ。じゃあ犯人がここを選んだのは偶然だと。わからん。イリスの死因及び死亡推定時刻については基地の事実と相違ない。例の動画はアリバイ作りのための録画ではなく、確かにリアルタイムで配信されていた。つまりイリスの死亡推定時刻は午前3時20分前後ってことだな。イリスの死体には左目がなかった。ああ、証拠の時も沖浦の時もそうだったが、奪われたイリスの眼球は未だ見つかっていない。この台の上でイリスとオータは
太田の死亡推定時刻については言うまでもないだろう。俺がここにやってくる直前、午前3時半ぐらいのことだな。では死因についても。いや、それについては一つだけ気になることが。太田の脇腹には包丁で刺された跡があったんだよな。ああ。直接的な死因はどっちなんだ？包丁で刺された時にはすでに死亡していたのか、それとも。確かなことはわからない。だがいずれにせよ、包丁による刺し傷は致命傷に近かったものと思われる。仮にこの台に乗せられた時にはまだ生きていたとしても、絶命寸前だったことは間違いない。そうでなければ抵抗して暴れるはずだからな。だがなぜだ。犯人はどうして太田に着ぐるみを。そうな。なあ伊達、そろそろ外に出ないか。この倉庫は所轄の警官たちがすでにくまなく調べている。これ以上ここを捜査しても、特に。そうだな。警官や鑑識官に何か見つかったら教えてくれと頼んでおくといい。わかった。伊達さん、ちょっとお話ししたいことがあるんですが。ん？第一サイクロ事件についてです。なんで突然。今回の第二の方の事件、ぜひとも伊達さんに解決してもらいたくて。犯人のこと許せないんです、どうしても。だから少しでもお役に立てばと。だが、だったらアビスにいた時に。あそこにはボスがいるでしょ。このことがボスにバレたら大変なことになります。それでわざわざこうして。わかった。
とにかく話を聞かせてもらおうか。僕、昨夜鮮魚室でこう言いましたよね。初代サイクロプスが今回の犯行を行うのは絶対に 100% 不可能なんです。その理由をこれから説明しようと思います。まず初代サイクロプスの正体からお伝えしますが、実は犯人は2人いるんです。2人？第一サイクロ事件は共犯による犯行だったということです。そのうちの1人は生まれながらのサイコパスであり殺人鬼、そしてもう一人は熊倉組の先代の組長熊倉老藩です。二人には役割分担が決まっていました。最後の方が殺人を行い、老藩の方が目玉を。彼は生まれつき脳の機能障害を患っていました。脳下垂体後葉の部分に損傷があり、オキシトシンが正常に分泌されない体質だったんです。オキシトシンとは母性愛、男女の愛情、信頼などに関係するペプチドホルモンで、俗に幸せホルモン、愛情ホルモンなどと呼ばれる脳内物質のことだ。このホルモンにはストレスを緩和したり幸福な気分をもたらしたりする精神安定的な効果があり、特に好意を抱いている対象との抱擁、愛撫、接触などの行為によって著しく分泌される。これがどういうことか分かりますか？彼は将来的な資質として愛を感じることができなかったということです。その代わりと言っていいのかどうかは分かりませんが、彼の脳には幸福という感情を得るための別の回路が備わっていました。彼はある行為をすることで脳内にドーパミンやエンドルフィンが大量に分泌される特異体質の持ち主だったんです。その行為っていうのは殺人ですよ。ドーパミンとは脳内の報酬系に関わっているホルモンのことだ。何かを成し遂げた時に得られる快感はこのドーパミンの作用によってもたらされる。一方エンドルフィンとは脳内麻薬とも呼ばれるホルモンのことで、これが分泌されると痛みが和らぎ、人は幸せな気分に満たされることになる。人を殺すことで快感を？いえ、ちょっと違います。人を殺すことでしか彼は快感や幸福感を得られなかったんです。彼が初めて人の命を奪ったのは12歳の頃だったようです。その時に殺人の快楽に目覚め、以来彼は凶行を重ねていくことに。今から18年前、ローハンは一人の女性の目玉を手に入れました。その女性はすでに亡くなっていたのですが、彼は死体の眼下に指を突っ込み、えぐるようにして眼球を抜き取ったそうです。理由は至極単純なものでした。彼は艶やかに輝く女性の目玉に魅了されてしまったのです。その美しさは彼の鈍乱な所有欲を刺激しました。どうしても欲しい、手に入れたい、我が物としたい、本能的な衝動に駆り立てられるように彼は女性の目玉を。その時から彼は死亡した女性の目玉に対して猟奇的な執着心を抱くようになりました。特に死亡した女性のというところに強いこだわりを持っていたようです。とはいえ、いくら暴力団の組長でも死体の目玉をえぐる機会など
そうそう訪れるものではありません。彼の欲望は満たされぬままに、月日だけが淡々と過ぎ去っていくことになりました。ところがある時、彼はついに理想的なパートナーと巡り合うことに。そう、もう一人のサイクロプス、例のサイコパスです。彼はその男に殺人を行わせ、代わりに自分は殺された女性から目玉を奪うことにしました。ギブアンドテイク、共存関係の成立です。かくして第一サイクロプス連続殺人事件は不幸にも実行に移されてしまうことになりました。伊達さんがアビスに配属されたのと同じ頃、今から6年前のことです。理由は、すみません、僕にもわからないんです。第一サイクロ事件は闇に葬り去られてしまった。捜査資料の中にも重要なことは何も記載されていない。だから私も調べようがなくて。本当に知らないのか。この後に及んで隠し事なんてしませんよ。第一サイクロ事件は共通、初代サイクロプスは二人、そのうちの一人は熊倉組の先代の。だがローハンは1年前ビルから飛び降りて自殺している。ということは。なあピューター、教えてくれ。サイクロプスの片方が死んでることはすでに分かってる。残るは一人、そいつは一体。彼は4件目の殺人を終えた後、警察によって逮捕されました。一応別件でってことになるんですかね。とにかく今は府中刑務所に収監されています。府中刑務所。ええ。そいつの名前は。証拠番号は89号。刑務所の中ではそう呼ばれているそうです。89号って。証拠を殺した犯人を知っている。だから言ったんですよ、初代のサイクロプスに今回の犯行は不可能だって。だってそうでしょ。一人はあの世、もう一人は塀の中、両あんたのせいだ。警察の人から聞いたよ。あんたがあのイリスって女を野放しにしたから。それで太田は事件に巻き込まれて。伊達、捜査の報告書を調べてみた。どうやら真由美は今朝早く太田の死体の身元確認をしたらしい。
そうか。悪いけど、帰ってくれないか。聞こえなかったのかい？出てけって言ってるんだよ。だね、行こう。とても話ができそうな状態ではない。ああ、そうだな。どうやら水木は知ってるみたいだな。イリスやオータの身に何。当たり前だ。あの光景はネット配信されていたんだし、ニュース。しかも国内だけではなく世界中の各地で。3日前、水木は変わり果てた母親の姿を目撃した。2日前には父親の姿を。そして今日の未明。もう限界だろう。まともな精神状態でいられるわけがない。ちょっと一人にしてもらえないかな。大丈夫か？うん。相棒、アビスに連絡してカウンセラーをよこすよう頼んでくれないか。わかった。イリスは私の全てでした。どこに行く時も私たちはいつも一緒でした。洋服を買いに行く時も、映画を見に行く時も、散歩する時も、近所のスーパーへ買い物に行く時も、よちよち歩きの頃は私の指を一本だけ掴んで、私手のひらが小さすぎてまだ指を一本だけしか握れなかったんです。それが二本になり、三本になり、ようやく手のひらが握れるようになって、やがて私の手を離れていきました。でも最近は腕を組むようになったんですよ。いつまでたっても
甘えん坊だったんです。あの子は この部屋のあちこちにあの子の思い出が刻まれています。赤ん坊の頃このソファーから転がり落ちて大泣きしたこと、ビリビリに破かれた絵本のページ、窓ガラスに残されたクレヨンの跡、母の日に描いてくれた私の似顔絵、床の傷、欠けたお皿、テーブルの焦げ跡、クッションのシミ、目に映るもののすべてにあの子の思い出が。なのにどうして。太田君は私の教え子だったんです。彼が小学生の頃受け持ったことがあって警察の方から伺いました。太田君はイリスを助けようとして、何と言っていいのかもう言葉が見つかりません。ひとみさん、私にできるのは事件を解決すること、それだけです。何か手がかりになりそうなことをご存じないですか？こんなことが手がかりになるかどうか分かりませんが。構いません、教えてください。私前にこう言いましたよね。沖浦君の奥さん翔子さんとは2回だけ会ったことがあるって。1度目は2人の結婚式で、2度目はほんの一月ほど前、場所は刑務所の面会人待合室だったんです。刑務所。実は以前親しくしていた知人が服役していて、それで私年に何度か面会のためにその刑務所を訪れてるんです。そこで偶然翔子さんの姿を見かけて、向こうは気づかなかったみたいですけど、私の方は横顔を見てピンときました。沖浦君の奥さんだって。翔子さんも私と同じで受刑者の面会に来てたみたいでした。その受刑者というのは。さあそこまでは話したわけではないですし。どこの刑務所ですか？東京都の府中刑務所です。府中。失礼しました。こんな時にお邪魔してしまって。では私はこれで。私どうしていいかわからないんです。あの子のことを思うと。伊達さん、必ず犯人を捕まえてください。お願いします、お願いします。わかりました、必ず。
大丈夫？ん？昨夜のことよ。ああ、昨夜っていうか、午前3時ぐらいのことだけど。事件のことを知ってるのか？そりゃね。どのチャンネルをつけても報道特番ばっかりだし。死人みたいな顔。一杯飲んだら？俺が欲しいのは蒸留酒じゃない。情報なんだ。何か知らないか？そうね。ただの勘でよければ。聞かせてくれ。今回の事件、なんとなくだけど、熊倉組が絡んでるような気がするのよね。ほら、前に言ったでしょ？レンちゃんと熊倉組には関係があったって。レンちゃんの別れた奥さん、名波翔子も同じ。知ってると思うけど、彼女も熊倉組とつながってたみたいで。要するに被害者のうち2人に熊倉組との接点があった。だから事件にも熊倉組が関わってるんじゃないか。そういうことか？2人じゃなくて3人ね。3人？もしかしてイリスのことか？ううん、
そっちじゃなくて少年の方。昨夜ここに来て私が留守番を頼んだ。太田か。さあ、松下食堂の太田君。彼の方には熊倉組との接点が。こんな噂があるの知らないかしら。熊倉組はね、関連の不動産会社をいくつも持ってるの。それぞれ独立した会社に見えるけど、裏で牛耳ってるのは熊倉組。今ここでは仮にそれらの不動産会社を KE 連合って呼ぶことにするわね。その KE 連合も瀬島と同じように買ってるのよ。川崎地区の土地を丸ごとごっそり。さて、ひとまず経営連合の話は置いといて、政治マの話に戻るわね。川崎地区カジノタウン化計画って聞いたことあるでしょ。この計画を最初に立案した人物こそが、何を隠そう政治マなのよ。私は生まれも育ちも川崎です。かつての川崎の風景を、大地を、私は心から愛していました。ところが今の川崎はどうでしょう。テレビで惨状を見るにつけ、私の心は切り刻まれるように痛むのです。私は何としてでも川崎地区を復興させたい。そのための足がかりとしてカジノタウン化計画が必要なのです。その後の瀬島の動きは早かったわ。関係各局に根回しした上で関連法案を国会に提出。法案は速やかに可決され、政府主導の下で計画は推進されることになった。かくして川崎地区の除染作業は急ピッチで進められることになった。現時点ではまだ正式には立ち入り禁止の指定は解除されていない。だが除染自体はほぼ終わり、今は人体に影響のないレベルにまで汚染濃度は下がっている。今後計画が順調に進めば、川崎地区の土地の価格が急騰するのは間違いないわ。経営連合が二束三文で手に入れた土地がね、瀬島も同じね。うまくいけばたった10億で買い戻した自分の土地が、将来的には数十倍の価値を生むことに。結果的には両者とも濡れ手で泡のボロ儲けってわけか。
だから噂ではこんな風に言われてるの。化学工場は実は事故で爆発したんじゃなくて故意に爆破されたんじゃないかって。首謀者は瀬島と熊倉組でも証拠はないのよね。ただの噂話だと一蹴されてしまえばそれまでよ。で、何の話だったっけ。太田と熊倉組の関係についてだ。ああ、そうそう、太田くんの家松下食堂って樺崎地区の近くにあるそうじゃない。爆発事故の影響もろに受けたと思うのよね。客足は途絶えて売り上げは減り、今はもう潰れちゃってたとしても不思議じゃないわ。だとすると太田くんはきっと恨んでるはず。事故を起こした人間は、それが故意に起こされたものだとするならなおさら。というわけで太田くんと熊倉組怨恨の線でつながってるんじゃないかって思ったのよ。ママ、ありがとう。今の話が事件の解明につながるかどうかは分からないが。無駄だったかしら。そんなことはない、参考になったよ。そう、少しでも役に立てばいいんだけど。じゃあ俺はこれで。またいつでも来て。どこ行ったんだ。いつもいるとは限らないだろう。まあそうだが。なんだよ。この方が話しやすいんじゃないかと思ってな。何を話すって言うんだ。捜査のまとめとか。まとめって言ったって特にこれといった収穫もあるだろ。え ?89 号のことだよ。気になったからいろいろと調べてみたんだ。それがわからないんだ。わからない？戸籍に登録されていない人物なんだよ。外国人の可能性もあるが国籍は不明。ただ日本語を流暢に話すことから日本で生まれ育ったらしいことだけは分かっている。言うまでもないが複数の人間を殺した殺人鬼だ。現在は府中刑務所にて無期懲役の刑に服している。収監されたのは6年前。ピュータが言ってたな。彼は4件目の殺人を終えた後警察によって逮捕されました。
の関係性については不明だ。接点があるのかどうかもわからない。ただ瞳が一月ほど前、府中刑務所の面会人待合室で翔子の姿を見かけたと、そう言っただけだ。翔子が会おうとしていた人物が89号であるという確証はない。何しろ府中刑務所には2000人近くの受刑者がいるんだからな。だが89号は翔子の名前を。俺は名波翔子を殺した犯人を知っている。すると両者には面識があったと考える方が自然じゃないか。ピュータは言っていた。初代のサイクロプスは2人いると。そのうちの1人は熊倉組の元組長、熊倉ローハン。だがローハンは1年前ビルから飛び降りて自殺を。残るは1人、服役中の89号ということになるわけだが、89号に今回の犯行は不可能。一連の事件が発生した時、奴は刑務所の中にいた。うむ。しかしながら事件とは何の関係もないと断言することもできない。俺は名波翔子を殺した犯人を知っている。あの言葉が確かなら、89号は何らかの形で事件に関与しているという可能性も。相棒、89号に会いに行こう。わかった。だが、わざわざこちらから出向いていく必要もないだろう。89号の方を呼び寄せるんだ。どのみちシンクすることになるんだったら、そっちの方が効率がいい。頼む。手配してもらえるか。任せとけ。わざわざ来てもらってすまない。いくつか聞かせてもらいたいことがあってな。協力してもらえると助かる。
南京城で施錠され、どんな行動神崎あやめ何が入っている？ワインの外ワインの外あいつは？まったか、お前本当に何も知らないのか？知るかよ、あんなおっさん。思い出した時のことを考えて、頭蓋骨暴発、軟禁、開けるぞ。
わざわざ来てもらってすまない。いくつか聞かせてもらいたいことがあってな。協力してもらえると助かる。89号だ。本名を聞いてる。さあな、そんなもん忘れちまった。ブルキナファソ。ブルキナファソとは、西アフリカに位置する人口1700万人ほどの共和制国家だ。くだらん冗談に付き合ってる暇はない。まあ一応知ってるってことになんのかね。今から一月ほど前、翔子は受刑者と面会するために府中刑務所を訪れている。相手はお前か？ああ、確かに俺だ。何を話した？特に何も。嘘をつくな。ところが嘘じゃねえんだな。奴は話をするために俺んとこに来たわけじゃねえんだよ。じゃあ何のために？会うためだ。会う？やつはただ俺に会いたかっただけなんだ、多分な。だいぶ昔のことになる。具体的に何年前とかそこまでは覚えちゃいねえ。お前らの関係は？肉体関係。冗談だよ。ビジネスパートナーみたいなもんだ。ああ、その通り。俺は6年前の事件の犯人。サイクロプスのうちの一人だ。わかった。それじゃあそろそろ本題に入ろうか。2日前、お前は捜査本部に電話をかけてこう言った。名波翔子を殺した犯人を知ってると。ああ、誰だそいつは？おいおい、ちょっと待てよ。まだ取引は成立しちゃいないぜ。本当に釈放してくれんだろうな？約束しよう。わかった。だがそいつが誰なのかを伝えるには前置きが必要だ。少し長くなるが構わないか？時間ならたっぷりとある。それじゃあ始めよう。これは一人の哀れな殺し屋の話だ。昔々あるところに正義感にあふれる一人の刑事がいた。ここでは仮に F と呼ぶことにしよう。F は世の中にはびこる悪という悪がことごとく許せなかった。F には親も兄弟もおらず、生まれた時から施設で育った。その施設で来る日も虐待を受け、その反動みたいなもんで、F はこの世に存在する全ての悪事を憎むようになったんだ。ある時 F は追跡していた一人の凶悪犯を港の隅へと追い詰めた。そいつは連続婦女暴行殺人の容疑で指名手配されていた。ああ、もう分かったよ。このナイフを捨てればいいんでしょ？はい。というわけで、その銃、下ろしてくれるかな？大丈夫だよ。
他には何も持ってないから、おとなしく逮捕されてあげるって。知ってると思うけど、僕には入院歴があってね、しばらく特殊な病院でお世話になったことがあるんだ。だから捕まっても全然平気なんだよ。どうせまたすぐに出てこられるし。ああ、今度はどんなことして遊ぼっかな。考えるだけで今からワクワク。犯人は完全に丸腰だった。にもかかわらず、F が刑務所にぶち込まれることはなかった。一応裁判にはなったが、正当防衛が認められて無罪に。もしも真相が発覚したら、警察の不祥事ということで大変な騒ぎになる。そのことを恐れた上層部の連中が、証拠を捏造するよう所轄の人間たちに指示したんだ。結局、F は懲戒免職や停職といった処罰を受けることもなく、しばらくしてから何事もなかったかのように現場に復帰した。それが F にとっての一つの転機となった。これまで F を押さえつけていた理性のタガが外れちまったんだ。 F は次から次へと不義を働く者たちに対して天誅を下していった。F は一人の暗殺者となった。雇い主も依頼人もいないスタンドアローンの暗殺者。強いて言うなら、クライアントは自分自身だった。 F は自分の中の信念に基づき、悪とみなした者たちに対して恣意的な制裁を加えていった。しかしそれも長くは続かなかった。ある時、F は一人の極悪人 X を処分した。そいつは罪のない老人を騙して殺害し、狡猾なテクニックを使って遺産を巻き上げていた。だがその男 X の死を快く思わない人物がいた。当時の熊倉組の組長、熊倉朗伴だ。殺された X は熊倉組の幹部だったんだ。ローハンは部下に命じて犯人を突き止め、F を速やかに拘束した。少し調べさせてもらったよ。分かってるだけで18人クズどもを片付けたようだな。ところがどういうわけか、刑事事件として立件されたものは一つもない。いずれも自殺か事故死、あるいは突発的な病死として処理されている。大した腕だ、恐れ入ったよ。どうだ、我々の元で働いてみないか。もちろんお前にはノーという権利がある。だがそれはお前にとっての最後の言葉になるだろう。秘密がバレてしまった以上、 F にはどうすることもできなかった。たとえうまくこの場を切り抜けたとしても、先に待っているのは終わりのない逃亡生活だ。 F はローハンの言葉に従うしかなかった。かくしてF の自由気ままな暗殺活動は終わりを告げることになった。F は熊倉組専属の殺し屋となり、ローハンから直々にコードネームを授かった。その名は、ファルコ。猛禽類のハヤブサを意味する言葉だった。ファルコは警察官を辞めたわけではなかった。昼は実直な刑事として働きながら、夜は組織の命令に従って暗殺を繰り返す日々。これまでの中陸とは異なり、そこに大義はなかった。相手が何者かもわからず、ただ言われるがままに
ファルコは次々とターゲットを始末していった。ファルコの心がすさみ果てるまでにそう時間はかからなかった。やがて時が経ち、数年前、心身ともに疲れ果てていたファルコは裏の仕事で大きなヘマをやらかした。狙っていた獲物を仕留め損ねて腹に銃弾を浴びたんだ。どうにか現場を離れることはできたものの、近くの神社まで逃げ延びたところでファルコはついに力尽きた。もう立ち上がる気力も残されていない。社殿の脇に背中を預け、ファルコは思わずうめき声を漏らした。その時だった。ぼんやりと霞んだ視界の中に佇む女の姿を見つけた。おそらく助けを呼ぼうと思ったんだろう。女は慌てて携帯を取り出し画面の操作を始めた。と同時にファルコの耳に足音が届いた。複数の人間が駆け寄ってくる足音。追っ手が自分を探してるんだとすぐに分かった。ファルコはその場をやり過ごすべく女の体を引き寄せると、いきなり唇に、それがファルコと女との出会いだった。女は学校の教師をしていた。自分の住む世界とはかけ離れた職業。彼女と話をしていると仕事のことは全て忘れることができた。彼女はファルコと日常的な世界をつなぐ唯一の接点だった。それから何度か逢瀬を重ねるうちに、いつしかファルコの中に温かな感情が芽生え始めた。女の笑顔や優しい言葉は乾ききったファルコの心に潤いを与えた。気がつくとファルコはかつての自分を取り戻していた。これからは彼女のために生きよう。ファルコはそう固く胸に誓った。なるほど、足を洗いたいか。お前には随分と世話になった。いいだろう、好きにするといい。ただし条件がある。最後に一つだけやってもらいたい仕事があるんだ。何、大したことじゃない。ある女とそいつの娘、二人を片付けてくれればそれでいい。どうだ、簡単だろう。そう言ってローハンが見せた写真には一組の親子が写っていた。一人はファルコが神社で出会った教師の女、そしてもう一人は当時12歳になったばかりの彼女の娘だった。なぜ、どうして二人が。尋ねてもいつもと同じようにローハンが理由を教えてくれることはなかった。いずれにせよファルコがそんな命令に従うはずはなく、だが断っても別の誰かが二人を始末することは歴然としていて、ファルコは考えた。二人の身の安全を確保しながら同時に自分が組織を抜けるにはどうすればいいかと。しかしどれだけ考えても有効な解決策は見つからず、窮地に追い込まれたファルコは藁にもすがる思いで一人の人物に相談を持ちかけた。そして、
なんで話をやめた？今のは何の話だ？その話と証拠の件にどんなつながりが？刑事ってどういうことだ？おい、答えろ！どんな取引でも同じだろう？約束が果たされるって確証を得るまで相手に全部手渡しちゃならねえ。与えていいのは半分までだ。話の続きが聞きたけりゃ今すぐ釈放の手続きを開始しろ。そうしたら何もかも教えてやる。伊達、こいつはテコでも口を開きそうもないぞ。ピュータ。はい。準備してくれ。準備って何の？決まってるだろ。シンクのだ。89号にはいつもの薬を投与しておきました。しばらくの間目覚めることはないでしょう。伊達さん、準備はいいですか？ああ。制限時間は6分です。わかってる。では始めましょう。よじゃねえよ。何寝てるんだ。寝てるから寝てるんだよ。なんで逆切れ？ふにゃー、このラグマ。